はい、ゴールデンウィーク特別企画、ゴールデンウィーク特別企画、今日はサングラスなので目線カメラじゃありません。で、ここ第一高速降りてロープくぐったんですけど、結構ねアイスバーンにちょっと近くて滑落しますね。滑落、スノーボーダーのトラバースは滑落気味でトラバースできません。こんな感じ、こんな感じ。もはや滑落。これが南じゃない北斜面の特徴ですね。まあ今日はもう気温が高いんであれですけど、北斜面の特徴です。気温高くてもこういうのがまだ、まあこんなのは別に大したもんじゃないんですけど、他のところに比べてこういうのが残ってる、これが北斜面の特徴ですね。北斜面を滑りましょう。あれで、北斜面南斜面のちょっと違いなんですよ。ちょっと一昨日雪降って気づいたんですけど、あの雪が降る時って北風なんですよね。北風、雪が降る時って北風で、で北斜面っていうのは風が吹きつけられて雪が積もりにくいで、こうやって南斜面は、北斜面の雪が南斜面にも落ちるんで、南斜面は北斜面の倍ぐらい、極端な話ね、倍ぐらい積もりやすい、なんで雪深い。南斜面は雪深い、北斜面は積もりにくいけど、温度変化が少ないんで北斜面の方が雪質は安定している。南斜面は溶けやすいが雪が深いですね。それを知った上で時間帯に分けて滑り分けたらより楽しめると思います。はい、5000円。はい、5000円。このまま回してて、で、あ、帰ろうかなって時に、ここが管理通路ですね。管理通路をバーって行くんですけど、あそこが第一高速で、まあ滑っちゃいけないところを滑ってきて、横切って、で、ここが北斜面ですね。北斜面で、やっぱり雪が積もってないんですよ、一昨日の雪。ちょっとこう黄砂がちょっとまだ見えてるぐらい雪が積もってない。だけど南斜面は30センチぐらい積もってましたね、一昨日は。そういう特徴、まあ分かりませんけど、確かあの、こいつ何言ってんのって言ってください。専門家ごっこです。専門家ではないですけど、個人の感想です。ここが、ここ気をつけてください。ここ切り株あるんで、で僕がこない一昨日転んだのがこの辺ですからね。ここに激突、ヘルメットしてくださいね皆さん。ヘルメットしましょうヘルメットしましょう。ヘルメットしてないんで、こんな感じで、こんな感じで滑ってますから、今日ヘルメットしてないんで軽く滑ってます。まして、天気も視界も良くなって、こういうところ安全だと思って来られる方への、注意する点が何個かあるんですけど、知ってる限りを紹介したいと思います。
先ほどの切り株など木のとんがったのが埋もってる可能性が、タケノコのように埋もってる場合があります。木のこの朽ち果てたこやつらが埋まってるわけですね、雪の下に。こういうのがね、でタケノコのようにちょっと出てる時があるんですよね、ちょっと。でそこに運悪く板を引っ掛けたり転んだり脇腹を打ったり頭をぶつけたりすると一大事ですね。これはそういう注意がありますだからヘルメットは必須、ヘルメットは必須ですね。そしてノーズが引っかかってフロントフリップメイクしたりしますんで、たまにそういういいこともありますけど、フロントフリップをメイクするという時もありますけど、注意が必要ですね。こういう生えてる木に、こういう生えてる木にコツンって当たるぐらいだったらまだいいんですよ。切り株、朽ち果てたあれですね、タケノコ、今日命名します。タケノコがたまにあるんでタケノコに気をつけてくださいね。であとクラックを探しましょうね。クラックができる場所っていうのが、クラックができる場所、このバンクのとこですね。バンクめっちゃ凍ってるしたりして地割れしてたりするんで、水が流れてたりすると穴になってたりします。なんか北向きはそうでもない、綺麗ですね、雪が。南向きっつうのはクラックが起きやすい。今のところまだない。一昨日昨日ってまだ冷えてたんでまだない。今日あたりから暖かくなるんでクラックがどんどん融雪が進み、クラックが出るかと思う次第でございます。わかりませんけど、知りませんけど、個人の感想ですけど、これはイノシシって言ってます。これは僕今日命名したんですけど、イノシシって言ってますね。イノシシの背中、肩甲骨のようですね。イノシシがたまにあります。クラックじゃないけど、こんな、これがもはやクラック、怖いですね。上から捨て、特に絶壁切るか、もういいぜ。下にあるクラックは見えないんです。そのことを気をつけてくださいってことですね。ちょっとさっき思い出したんですけど、今日はサングラスかけてるから目線カメラじゃなくて、こう一脚で撮影してますって言ったと思うんですけど、普通にゴーグルしとるやん。今気づいた俺。今自分で気づいた。ゴーグルしとるやん。今日本当はサングラスで滑る予定だったんですけど、やっぱちょっとサングラス危ないかなと思ってゴーグルに変えたんですよ。それをすっかり忘れてて、今日はサングラスだから一脚で撮影しようってずっと思ってたんですけど、やっぱりゴーグルにしたんですよ。それをさっきすっかり忘れて、同じことに一回言ってるけどいつものことだと思ってください。サングラス、ゴーグルなのを忘れてました。ゴーグルでした。だけど一脚で、今日は一脚で遂行したいと思います。日本語間違ってる。さあ今日はもうメモリーカードがあんまりないんで、ビッグですね。ビッグキッカーちょっと解説したいと思います。はい、ビッグキッカー、ちょっと走るんで数着ぐらいしながらですね。ではっきり言ってスタート地点はここからで大丈夫ですね。この辺からで大丈夫です。この辺から直下って届きます、今の時間帯なら。まあ子供なんでフル直下りですね。あごーん、子供はフル直下りで、
リガーさんが立ってるところからちょっとくぼ下ってんの分かるかな、そこ掘ってるんですよね、わざと掘ってるんですよ。あそこからカクンって掘って下向いて、で下向いてフラットがないままそのまま上向くんで、G が結構かかりますね。板に正しく乗ってる必要があります。めっちゃ上手い人が行きましたよ。あれぐらいのスピードで足りますね今日は。で、あ、ちょっと足らない、ちょっと切りすぎでしっかりとね、バーって直下って、であそこからカクーンと下るんですよね。でカクーンって下ったのまた上がるんですよね。まあ、なんでかこう掘ってるんですよね、わざと掘ってるんですよね。安全なのかな。まあ、ランディングがめっちゃあるんで飛びすぎても大丈夫で、足らなくてもテーブルが高いんでそれほど衝撃がないっていう安全設計ですね。ここが掘れてるのはちょっとわかんないですけど、ここですね。ここがめっちゃ G のかかるところなんで、みんなどんな顔してるのか。スキーの方はこれがいいらしいですね。こういう G のかかるキッカーがスキーは飛びやすいらしいですね。ここでグンってここにうーって上がってくるんですよね。もう結構な G がかかるんですよ。で G がかかるってことは、あの板にかかる圧力も強いんで、あのスピードが減速しやすいです。上手い人が来ました。そう、僕の参考にしたいと思います。こういう人たちを参考にしたいと思います。上手い人のこのリップの攻略の仕方を。やばやば、エッジ立ててますけど板のところにちゃんと乗れてるから耐えられますね。耐えられないんですよね、エッジに乗せると。この G にちょっと微妙でしたね、今のはちょっと微妙でしたね。さっきの何ナイン、バックナイン打った人、バックセードの乗れてないですね。さあ直下ってます、さあ直下ってますよ。ヒールトゥーヒール乗れてませんね。ちょっと乗れてないですね。キッズはちょっと足らないと思いますね。このキッカーもう全直下ですね、うん、届かないね。ですよね、いやですよね。さらに小さいね、キッズ。すごい低い、もうあの時点で届かないと見極め、それが分かる時点でもうすごい。俺がね、子供のあんなちっちゃい頃はね、あのパンツに染みつけてね、あのパンツに染みつけて何シャボン玉やってましたよ、あの頃。うお、あの年の頃パンツに染みつけてシャボン玉吹いてましたよ私。え、さあ来ましたよ、さあ来ました、フルそっくり、もうちょっかりですね。あ、よっしゃ、取れた。あ、ちょっと早抜けで、何ですか、皆さん視聴者は何歳ですか。え、僕あれですよ、26歳までプラプラしてましたよ。仕事もアルバイトだけしてね、ドリフトしてましたよ。ドリフト86乗ってドリフトしてましたよ、26歳まで。え、そんな人がですよ、今立派な社会人で、え、休日スノーボードして、え、でイチャモンつけて、え、やってるわけですよ、ね、皆さん本当立派だと思いますよ。私が思うに、え、パンツに染みつけてシャボン玉吹いてましたよ私。え、キッカーの解説どうしたんだって話だよ。パンツの締め付けてシャボン玉吹いて、で26歳までドリフトしてて、19歳までパチンコだけで生活してましたよ私。19歳までパチプロでしたよ。パチプロって今言わないかで今立派な社会人ですよ、立派な社会人。さあトレイン、めっちゃ参考にしたいと思います、この彼らの滑りを。
金返せって感じですね。金返せって感じです。さあ、彼は期待できます。彼は自分がめっちゃ上手い人ですね。期待できますよ。あ、ちょっと風の抵抗が強すぎるかな、そのウェア。金返せ、金返せ。じゃあ、キッカー調子悪そうなんで、自分ハイクでもするかな、ハイク。